サムター軍はアメリカ合衆国アラバマ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は13,763人であり、2000年の14,798人から7.0%減少した。軍庁所在地はリビングストン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名はサウスカロライナ州出身の将軍トマス・サムターに、 ちなんで名付けられた。サムター軍は1832年12月18日に設立された。1797年から1832年までは直闘族インディアンの領土に入っており、主要な村が4つあった。軍内の初期ヨーロッパ人開拓者はモービルから北に登ってきた。 フランス人探検家たちだった。彼らは現在のエプス町近くにトムベックビートリデを建設した。1830年、ダンシングラビットクリーク条約が締結され、直東族は現在のサムター軍を含む土地をアメリカ合衆国政府に譲渡した。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は913.30平方マイルであり、 このうち陸地904.94平方マイル、水域は8.37平方マイルで、水域率は0.92%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。サムター軍はアラバマ州中部のいわゆるブラックベルト地帯に属している。この地域は近年著しい経済不況に陥った。2008年4月、ユナイテッドステーツスティールが タスカルーサ市の南西約50マイル、エプスの町近くに1億5000万ベイドルをかけて合金工場を建設すると発表した。この工場建設は人口わずか206人の町に250人の労働者を必要としている。完成すれば235人までの常勤従業員が働き、給与は年間約5万ベイドルになる。アラバマ州は 工場誘致補助金として2800万ベイドルの提供を提示した。この工場はバーミングハム市に近いフェアフィールドにある US スチールの工場での成功に使う炭素合金を生産する新しい技術を使うことになる。この発表があった時点でサムター軍の失業率は6.1%だった。軍内に西アラバマ大学屋外彫刻展示場と コールマン芸術センターがある。ありがとうございます。